おはよう。ゆき起きまがしよくガた。チギレしちゃう。出しに行きます。今日の外、のショッピングモールに入ります。スーパーで買ったものです。パスタとパスタソース2個とお水、これ全部で480円くらい。全部この鶏サンブランドでした。これが安かった。今日は珍しく私も調理します。シェフを交代して頑張ってくれています。完成したのはこちら。味が薄い。そろそろ行きましょう。昨日相馬くんのチームが負けて悔しかったので、来週も見たいのでチェック中です。モール行きます。まずは ATM の手数料チェック。地下鉄駅来ました。次は地下鉄カードに課金中。電車待ちます。電車乗ります。バスターミナルに来ましたが、行きたいとこではなかったので戻ります。作りは古いけども広そうなショッピングモールです。はい、特にやることもないのでちょっと休みます。モールの中を散歩します。ユニバーサルスタジオジャパン。最近よく見かけるラッシュ。トイザラス発見。中見てみます。これはノアにプレゼントどうかなって話してます。 C3PO。 子供服を見るのが最近のモモカのブーム。日本を見つけたら東京とか京都とか9でした。てか ジョー・マローンの香水が欲しい。ベンフィカのスタジアムに来ました。橋の下はこんな感じでペイントされてました。ご飯の取り合い。大きい方がモモカ。みんなについていったらグッズ売り場に着くと信じてます。最近俺が作るご飯がまずすぎるとついに言われました。そろそろシェフを私に交換しようと思います。ほらカメラに気づかずに言ってくれよ今のを。俺の飯食ったら死ぬぞとか言っただろ。なんで言わないんだよ。カメラの前だといい子になって。湿ってたから菌の温床とかバカにされてますが、とりあえずグッズ売り場行きます。ベンフィカのミュージアム。歴代の選手たちのポスター。ベンフィカのショップ入ります。おお。こっちがオフィシャルショップでした。記念コイン機。はい、ということでベンフィカのスタジアムでした。モール戻ります。バレンタインな雰囲気ですごい可愛い。モモカは大好きなフライングタイガーに行きました。俺は今後の予定を計画します。はい、スーパーで買い出し。モタレラ探し中。ちょっと知識がないんですが、この方はどなたでしょうか。プロテインシェイク、プロテインヨーグルトだらけ。寿司屋さん。韓国対サウジアラビアの試合始まったので、ちょっと見ながら探索します。はい、今日と明日の朝ごはんまで買いました。温めて食べたい。ちょっとガクガクしてるけど見てます。後半頑張れ韓国。なんと追いつきました。やばー。もう俺よりも熱中してる。 PK 戦頑張れ韓国。いい試合でした。はい、だいぶ遅くなりましたが今から空港向かいます。電車乗ってて乗り継ぎます。乗り換えました。ガラガラ到着。はい、空港到着。だいぶうるさいけども寝床見つけましたのでここで寝ます。空港ちょっと散策します。サラダ食べます。はい、このスプーンの存在忘れてたので素手で食べようとしてました。
一口目は先取りされました。なぜ？いや嬉しいね。結婚だよ。嬉しくない？スーパーの7倍高かったけど水買いました。3ユーロ水まで買ってきてくれました。優しいです。今日のベッドはこちら。おやすみなさい。